どもども、試験に出る三国志、のお時間だぜ。今日もよろしくね。今回は劉備に最も愛された邪道軍師、法正、について取り上げていこうかな、なんて思っているんだけど。実はこのチャンネルの初期も初期に一度、この法正の解説動画は作っていて、今回はその改訂版となるぜ。ちょうど、私たちの初登場というか、ゆっくり解説、に初めて手をつけたのが、法正、の解説動画だったわね。そうだな。だからこそ、過去の動画には至らない点が畳み受けられ、今回、改訂版に手をつけたわけだぜ。この法正は三国志好きにとってはたまらない人物だし、いつかちゃんと取り上げたかった、って思いもある。その性格は、お世辞にも正義の人とは言いづらい人だ。しかしあの劉備が最も愛したとされている臣下であり、劉備軍の最大の勝利、漢中攻略戦、に携わっていた天才軍師でもあったとされているのが、この法正だ。癖は強いけど、あの曹操にも勝りうる軍略の持ち主。確かにキャラとしてもめちゃくちゃ魅力的な人物よね。そんなわけで今回は、4つの項目、に分割して、法正の生涯と業績を解説していこうと思っているぜ。いつもの通り、個人的な考察やら視点も含むので、そのあたりについてはご了承いただけると幸いだぜ。動画の最後におさらいテストもやっているから、コメントなどで回答していってくれると嬉しいわ。というわけで張り切って解説へレッツラゴー。それじゃあ一つ目の項目、不遇の日々に触れていこう。なお、法正。あざなは、公曲。司令府風軍の出身だぜ。この府風軍の法師の家柄はもともと、有名な一門だったけど、法正はおそらく幼い頃から苦労をしてきたと推察されるぞ。というのもこの法正の祖父にあたる、法信、なんだが、彼は非常に優秀で、人を見る目に優れた名士だったぜ。しかし高潔な性質が故にか、仕官をとにかく断り続けた。名声はあったが、栄達することはなかった人物なわけだ。本人はそれでもいいかもだけど、家族とかからすれば、ちゃんと働いて楽をさせてほしい、とは思うかもね。ただ、法正の父親や曽祖父は、朝廷の高官に上っている。家柄のおかげで人脈の構築や、勉学には励めただろうが、高名ながらも気難しい祖父の影響を多分に受けてきた。それが法正の幼少期だったのでは、と私は推察してるぜ。さて、そんな法正の若い頃の話だ。当時の五官王朝は混迷の最中にあった。世界規模の大飢饉に襲われて、不満を抱いた農民が全国各地で大規模な反乱を起こし、朝廷は賄賂と政争と暴政によってぐちゃぐちゃになった。黄巾の乱、宦官と外戚の対立、董卓の独裁政治など、もはや朝廷は機能しなくなったと言ってもいいわね。法正はこの混乱から身を守るべく、友人の毛達と共に益州、平住し、戦乱を避けたとされているぜ。ちなみにこの毛達は、法正と出身を同じくしており、その父親は賄賂で高官になったとされている人物だな。まあ、法正と同じく、この毛達もなかなかの癖者であり、二人はどこか通じるところがあり親しくなったのだろう。こうして益州に移った二人は、その地にて独立政権を築いていた優勝に仕えることになったとされている。この毛達と優勝についても個別の解説動画をアップしているから、興味がある方はぜひぜひ。益州は秦嶺山脈に囲われた盆地にある豊かな場所で、陸の孤島とも言うべき、天下の騒乱から離れた土地だぜ。故に優勝の父親である優縁は、早々に益州へ赴任し、混乱する朝廷との交通を断ち、独立政権を築いたわけだ。しかしそんな共有である父を継いだ優勝は器量に乏しく、政権を継いでから内側では、反乱が多発していたとか。そんな優勝には、法正のような癖者は扱いづらい存在で、重用されることもなく、煙たがられていたとされるぜ。内側を治めるのでいっぱいいっぱいになってるのに、さらなるトラブルメーカーは抱えられないわよね。法正は常より品行が悪い、と評判の人物であったし、才能があったとはいえ、野心を持たない優勝にすれば、法正という劇薬は無用の長物であったというわけだな。ただ、そんな法正にも親しい友人がいたとされるぜ。その名は、長相。
彼は益州出身の人物であり、劉璋の政権でも重職に就いていたとされる、才能高き人物だ。ただ、有能ではあるが嘲笑も少し気難しいタイプで、まあ、それが故に法政とも馬があったのだろうぜ。類は友呼ぶ、とはよく言ったものね。才能はあるけど、癖が強く扱いづらい。それが法政一派の特徴だったと。それじゃあ次の項目、劉備西漢に話を移していこう。先にも触れたが、劉璋政権は非常に不安定であったぜ。漢中軍では、五渡米道という宗教組織が武装蜂起し、天下では曹操が急速に勢力を拡大し続けていたんだ。おまけに劉璋は重臣からも愛想を尽かされて反乱を起こされてしまう。もうこの君主では益州は守れない。衆目もおそらく、その考えに少しずつ至っていただろう。そして劉璋もまた、自分の立場に危うさを覚え始めたぜ。まあ劉璋も、貧乏くじを引いちゃった、って感じの人だからねー。仕方ない話ではあるんだけど。そこで劉璋は、最大の外部勢力である曹操との関係をどうにか良好な方向へ持っていけないかと考えて、長相を使者として派遣したぜ。だが曹操政権の性質は、基本的に服従かしか、で、甘えた話は許されなかった。その結果、使者であった和津の長相は軽くあしらわれ、この扱いに長相は個人的な不満を抱いたと考えられるぜ。その恨みからか帰還した長相は、曹操を非難しており、反曹操の象徴でもある劉備との親善を進めたんだ。長相もまあ、なかなかに自尊心が強い、扱いづらいような性質よね。でもこれが益州の運命を大きく変えたと。そうだな。赤壁の戦いの件もあり、劉璋も曹操ではなく劉備と結ぶ方向へと舵を切り、長相に仲立ちを委ねたぜ。そして長相の推挙で、次の使者に選ばれたのが法政だ。長相はやる気のない法政に、この仕事を押し付けたとか。こうして慶州へと赴いた法政はまさしく運命の出会いを果たしたと言ってもいいぜ。益州に帰ってきた法政は、長相に対して劉備をベタ褒めし、劉璋ではなく劉備に益州を委ねるべき、という構想を編み始めたとされるぞ。癖の強い才人たちが、ゆえ祭礼で有名な曹操ではなく劉備にベタ惚れしちゃうっていうのは、なかなかに皮肉な話よね。こうして長相と法政は、勢いのある五渡米道の危険性を解き、劉備に助けを求めてこれに対抗すべきと進言する。うまく丸め込まれた劉璋はこの件を承諾して、劉備の意向を伺うべく再び法政を慶州へと派遣したとされるぜ。だがすでに法政は劉璋に見切りをつけ、劉備に対して、打弱な劉璋から益州の基盤を奪い、その法上を元手に、対応をなすべきという話を持ちかけたんだ。こうして法政が劉備のそばで、長相が劉璋のそばで計画を進めたぜ。もうすでに下地は完璧に敷かれていたと。ここまで来ると劉備も嫌とは言えないわね。スウェデンクワヌはなんとやら。こうして劉備が益州へと赴くと、劉璋は反対を唱える臣下の進言を無視し、毛達に軍勢を預けて出迎えさせ、自身も劉備の艦隊に赴き盛大な宴を開いたとされている。おそらく長相は、劉璋に信頼された側近だったのだろうな。そして長相、法政、毛達に主導された裏の計画はすでに、最終段階に近づいていた。劉備は法政、毛達と共に、五渡米道に対抗するという名目の元加防官に赴いて、戦う素振りを見せつつ現地での人心掌握に努めたとか。当時は乱世で、仲良しごっこの世界じゃないわけで、劉備が悪どいというより、劉璋が甘かったというか。ここに来てようやく、劉璋は違和感を覚え始めるわけだ。劉備は五渡米道と戦わず、援助だけを受けていたからな。それに加えて、曹操侵攻を受け、劉備は同盟勢力である孫権を救うべく、軍を引き返したいと打診したとされる。援助を絞れるだけ絞り取ろうとする劉備の思惑に劉璋も不信感を覚えたが、その要求の半分ほどの援助は出したぜ。だがここで焦ったのが長相だ。劉備が本当に帰国すると思ったのか、それを引き止める手紙を書いていたんだ。確かその密書が劉璋にバレて、計画が露見したのよね。ちょっとした意思の疎通のミスが、急展開を招いたと。電話もメールもない時代だからな。この一件によって、長相は反落罪で処刑。計画が露見したことを受けて、いよいよ劉備もここで一気に動き出すことになるんだ。こうして始まったのが劉備による職平定であったぜ。
この戦役で参謀を務めたとされるのが、砲塔と砲星だ。特に計画の中核にいた砲星の働きは大きかっただろう。劉備はすぐさま、白水艦の優勝軍の首相をおびき出して討ち取り、軍勢や諸将の家族を奪うと、侵攻を始めたぜ。なんだかこの倫理を二の次に置いた効率的な動きも、砲星が裏にいると考えると、ちょっと納得できちゃう。加えて砲星が手配したのかどうかまではわからないが、劉将政権に不満を持つ者たちを先導して味方に引き込み、劉備軍は多くの降伏者を引き入れながら快進撃を続けたぜ。しかし皆が皆、劉将を見限っていたというわけではない。劉将に味方する勢力は、落城に立てこもって、最後の抵抗を続け、この交戦により劉備軍の参謀である、砲塔までもが流れ矢を受けて戦死し、劉備はこの城を落とすのに、1年以上の時を費やしたとされているぜ。劉将政権には、流民を中心とした、東州兵、という精鋭部隊がいたとされるし、一筋縄じゃいかなかったと。別の見方をするなら、城を落とせなかったのではなく、あえて落とさずに各地の統治や平定に余力を費やした、という視点もあるぜ。春秋戦国時代の名将、楽器、も、西国侵攻の際に二城だけを残した、なんて話もあるしな。あえて城を落とさずに、抵抗勢力を一箇所に留めて、駅周全土の統治に努め始めたという見方もできるのね。実際、劉備は楽城攻めの最中、慶州から長雲や長飛、そして諸葛亮といった主力軍や官僚たちを駅周に呼び寄せ、残る駅周各地の平定を任せていたぜ。こうした劉備軍の戦略によって、駅周は劉備の色に染まっていくんだ。これも砲星一派があらかじめ、駅周にて下準備をしていたおかげだと言えるかもしれないわね。これこそ軍師よ。それじゃあ次の項目、政権の中核、へと話を移していく。いよいよ劉備による駅周平定が目前となった時のこと。劉将の臣下の一人が、駅周各地の民衆を強制移動させ、国葬を焼き払い、劉備軍を冷やがらせるべきと進言した。その話を聞いた劉備は、この焦土作戦に不安を抱いたぜ。というのもこれをやられれば間違いなく敗北するからだ。こうして劉備は急ぎ、砲星にどうすればいいと尋ねたが、砲星はどうせ実現しないっすよ、と簡単に答えたとか。確か劉将はこれに対して、民衆を守るべき立場なのに、民衆を苦しめてどうする、って感じで却下したのよね。砲星は劉将のこうした性質をよく知っていたのだろうな。また、砲星は劉将に対して降伏勧告の書状も送っている。そこそこ長い文章だからぐっと要約するんだけども、まあ、簡単に言えば皮肉と嫌味マシマシの内容だったぜ。私が無能なため殿と劉備将軍の仲を取り持つことかなわず、悲しみに暮れる日々です。どうせそちらは食料を頼みに、こちらの枯渇を狙ってるのでしょうが、すでに各地は平定され慶州とも通じてるし、もう無駄ですよ、みたいな。これは白々しいわ。自分が率先して劉備に駅周平定を持ちかけてる立場なのに、すがすがしいまでに嫌味な内容ね。その後、落城を落とした劉備軍は、劉将が立てこもる正当包囲。214年、劉将は説得に応じ降伏したぜ。ちなみに降伏した劉将政権の面々の中に、虚勢という人物がいた。彼は非常に高名な儒学名士であったぞ。しかしこの虚勢は、生徒が包囲されると真っ先に逃亡を図り捕獲されていて、劉備はそんな虚勢を軽んじたぜ。ただ法政は、虚名の人材はその虚名を生かすべき、と、劉備の心中に沿って、虚勢を重んじるように進めたんだ。名声はあるんだから、お飾りにしましょう、まとな話ね。確かに劉備の気持ちも逆なでない、法政らしい進言かも。こうして劉備は劉将政権を飲み込み、駅州と慶州にまで広がる領土を獲得し、天下への足がかりを築いたわけだ。この駅州平定における法政の功績は大きく、職軍大首、領部将軍に任じられ、劉備の最たる寵愛を受けたぜ。その権勢は、今まで劉備政権の中核を担っていた諸葛亮ですらも意見をはばかるレベルで、影響力が大きかったとか。というのも法政はここに来て好き勝手に法を犯して、恨みのある人々を殺害したんだが、お咎めなしだったぜ。ここら辺が、法政が悪人とされる理由として有名よね。確かあの諸葛亮が注意もできない感じだったんでしょ。そうだな。
法政はわずかな恩にも恨みにも必ず報いており、この無法ぶりに軍神たちは、諸葛亮に不満を述べたんだ。しかし諸葛亮は、天に益州という何者にも縛られない基盤を与えたのは法政だから、と難しい返答をしたぜ。今まで劉備は流浪を続け、慶州という根拠地ですらも、孫権との利権関係で色々と難しい状態にあったわけだ。その中で、法政は劉備に益州という基盤をもたらした。だからこそ諸葛亮も、安易に口出しできなかったんだぜ。大きすぎる功績の前に、わずかな違法行為には目をつむるしかない。たとえそれが諸葛亮であっても、ということね。あと他にも、法政と諸葛亮は対立していた、もしくは劉備によって対立させられていた、という見方があるぞ。というのも慶州を根拠地と定めた劉備政権というのは、諸葛亮を中心とした慶州出身の名士で固められていたぜ。おかげで流浪の武将だった劉備は軍友になれたんだけど、これだと慶州名士の影響力が大きくなりすぎるわけだ。君主である自分よりも臣下の実権が大きくなることを危ぶんだ劉備が、対抗馬に法政を選んだ、とも見れるぜ。君主の実権を臣下が上回ると、劉備は自分の立場が危うくなる。だから法政を必要以上に寵愛した、と。そうだ。故に諸葛亮は法政の行動に文句を言えなかった。もしそれがきっかけで劉備の怒りを買うことになれば、慶州出身の名士基盤が揺らぐことになってしまうからね。しかもうちは揉めを起こしている場合でもなかったしな。ようやく基盤を手に入れて、いよいよこれから劉備が天下に羽ばたいていくという段階に入っていたわけだぜ。諸葛亮は自身の描いた天下三分の計の実現に向けて、なんとか法政と歩幅を合わせようとしていたのだろう。いろいろと複雑で面倒な、政治的な背景もあったわけね。ただこの二人が手を組めば、もう怖いものなしじゃない？というわけで最後の項目、漢中攻略戦に移っていこう。いろいろと政治的な背景はあっただろうが、それを抜いても、劉備と法政の相性が抜群であったのは間違いないだろう。こうして劉備はいよいよ、早々に挑むことになっていく。劉備が益州を平定したのとほぼ同時期に、曹操陣営は後鳥羽道を下して、漢中軍の平定に成功したとされる。秦嶺山脈に囲われた益州から中華に出ていくためには、当時は慶州方面か漢中方面にしか道はなかったんだぜ。騎兵攻め込むのなら、漢中軍から攻め上るしかないし、そう考えるとこの地は劉備にとって超重要だったのね。そういうことだ。なんとしてでも漢中軍を、曹操から奪い取らないといけない。しかし劉備の障害というのは、曹操に挑んでは逃げ続けてばかりのものであったぜ。戦争の天才である曹操に、正面から勝てなかったんだ。そんな中、法政は劉備に漢中侵攻を強く進めたとされる。曹操は漢中を平定したのに、益州を攻めずに北壁陥し、漢中を花公園と長江に委ねましたが、彼らであれば我らは勝つことができます。今こそが好機です、と。劉備は曹操にこそ勝てなかったけれど、曹操を抜けば最強格たる英傑だし、確かにこれは絶好の機会かもね。そういうことだ。こうして劉備は、法政を軍師として同行させ、いよいよ漢中軍奪取のために軍を起こしたんだ。このことから、漢中争奪戦は法政の軍略で勝ったんだ。という解釈もできるが、私は過大評価かなと思ってるぜ。劉備という武将は、その生涯において自分が率いる軍の指揮権は必ず手元に置いていたゴリゴリの戦闘タイプだ。独立軍を任せられたのも関羽と張飛くらい。それくらい、劉備は戦場において強い自我を持った将であったんだぜ。軍師が作戦とか戦術をすべて決めていたというわけでなく、あくまで劉備主体で動いていたということなのかしら。まあ、私はそっちの方がしっくりくるなぁというだけで、正解は誰にもわからないしな。とはいえ軍師というのも、単なる助言役ではなく、助言を行うための準備や下調べ、それを実行に移すための手続きを行う過酷な役職だぜ。まあ、確かに、上の席に座って勝手に持論を述べる人のことを、優秀な軍師とか参謀とは言わないしねぇ。劉備は大将として、法政はその補佐として、全力を尽くしていたというのは間違いないだろう、と思うぞ。そんな歴戦の猛者である劉備が、漢中軍を落とすために行った作戦が、敵軍の分散と足止め、であったとされる。漢中軍を守っていた曹操軍の少帥は、花公園、長江、徐江といった面々だ。
花公園は好戦的な武将であり、長江はあまたの戦歴を持ち、徐江は極めて慎重な気質。彼らが力を合わせると、非常に厄介なのは明らかだぜ。互いの短所を補い合い、長所を活かせる組み合わせね。だからこそ、分断が効果的であったというわけかしら。そうだな。劉備はまず馬長と長飛を動かし、曹操本隊の援軍の足止めを行い、陳式に要所への攻撃を任せると。徐江がこれを阻むべく自ら動いたとされるぜ。こうして劉備は陽動を駆使することで敵軍を分散させていくんだ。慎重派の徐江が離れたことで、好戦的な気質の花公園は、敵を迎え撃つべく傭兵艦から出て、陣を構えたとされる。その戦場こそが、定軍山、だ。おびき出された花公園は、劉備軍の武将、甲虫、の急襲で討ち取られてしまったぜ。確か気中に攻撃開始の合図を送ったのも、砲声なのよね。戦国系の漫画でもよく見る、今です。みたいなやつ。こうして劉備は漢中の奪取に成功。この一連の戦況を聞いた曹操は、これは劉備だけの戦術ではあるまい、と。悔しげに砲声を評価したとされるぜ。その後、劉備軍は曹操の率いる本軍との交戦に移り、劣勢を強いられたぜ。この厳しい戦場で劉備は一時的に、戦線を退かないといけなくなるが、劉備は決して撤退しようとしなかった。そこで砲声が劉備の前に立ち、矢の雨の中に体を晒したことで、劉備は砲声を守るために急いで撤退したんだぜ。本当にお互いがお互いを信頼していたというか、惚れていた、と言ってもいいくらいの関係なのかもね。おそらく砲声のような人材は、おそらく劉備のような人しか扱えなかっただろう。曹操でも、孫権でも扱えなかった。私はなんとなく、この二人を見ているとそう思っちゃうぜ。劉備に出会ってからの砲声の躍進は凄まじいからな。さて、漢中で曹操を迎え撃った劉備だが、やはり先に漢中を脱出し要所を抑えていた、というのが大きかった。一時は押し込まれはしたが地の利を存分に生かすことで、劉備は生涯で初めて、あの曹操との決戦に勝利したんだ。この時の劉備の喜びは、相当なものがあったでしょうね。それこそ、運が味方していると実感できるレベルに。その後、劉備は漢王朝の始祖、劉邦に習い、漢中王に即位。砲声は先の功績も合わせて小書令、五軍将軍に昇進。これは漢中王である劉備直下の行政長官と言ってよく、地位や実権では、諸葛亮を上回るものだっただろうぜ。ちなみに諸葛亮は、漢の左将軍に任じられていた劉備の事務長官というポストについていた、とされているな。権限も影響力も、砲声が進化筆頭になるのは時間の問題と思われたが、なんと砲声はその翌年に没してしまうぜ。まさにこれからという時に、どうして、運命というのはあまりにも無情ね。劉備は相当落ち込んだんじゃない？そうだな。砲声の死を劉備は何日も痛み、その生涯でたった一度、翼光、という死亡を送ったとされている。あの関羽や張飛にも劉備は死亡を送っていないことから、どれほど砲声が寵愛されていたのかというのがわかるな。その後、劉備陣営は盟約を破った孫権との決戦に至り、異様の戦い、に敗れ、致命傷レベルの損害をかぶったぜ。諸葛亮はこの時、砲声が生きていればこんなことには、との言葉を漏らして、その非凡な才能を惜しんだとか。まさに劉備が天下に駆け上るための翼、となった、砲声に送るにはふさわしい死亡のように思えるわね。それじゃあ、今回の動画のおさらいテストだぜ。これが解ければ試験に三国志が出ても安心だ。とりあえず、楽しんでいただけたならとても嬉しいぜ。個人的な解釈も結構含んだ解説になっているので、別な意見や詳しい話があれば教えてくれるとありがたいぜ。こんな三国志の人物、戦争、文化などを解説してほしい、みたいなリクエストは、コメント欄で募集しているわ。いければぜひ、教えてくれると嬉しいです。それじゃあまた次回。バイバイ。